夜行人間とは、江戸川乱歩の少年向け推理小説。少年探偵団シリーズの一作。少年で1958年1月号から12月号まで連載された。ポプラ社からは1964年10月に、少年探偵、江戸川乱歩全集14シリーズが1999年2月に、少年探偵、江戸川乱歩シリーズが刊行されている。 NHK 出版からは、英語版も出ている。少年探偵団たちの肝試し会で真っ赤に燃える目と、口で銀色に光る生首が現れる。小林少年率いる少年探偵団たちが光る生首を追いかけると、首の下に胴体が現れる。その夜行怪人は不気味な笑いと杉の木の上に浮遊し、木の上で消えてしまう。その後も2度3度と、 夜行怪人は街に姿を現し日本中に恐怖の噂を振りまく。そんな中、明智心郎の事務所に夜行怪人から窃盗の予告状が届いたために宝物の仏像を守ってほしいとの依頼が入る。犯行を阻止するため依頼人の杉本という男の自宅に小林少年は警察たちを連れて行く。警察たちに周囲を見張られた鍵をかけた書斎の中で 小林少年は依頼人の杉本と共にテーブルの上に置かれた小さな仏像を見張っていた。予告の時刻が迫る中、突如窓の外に夜行怪人が現れ、消えていく。一瞬の隙にテーブルの上の仏像は消えていた。逃げ出す夜行怪人の行き先を読んでおり、一度は捕まえかけた小林少年たちだったが、夜行怪人の奥の手によって逃げられてしまう。 その後、明智心の探偵事務所を訪れた夜行怪人は再び犯行を予告すると閉じ込められた部屋から抜け出して去っていった。それから数日後、犯行を予告された赤森という男の屋敷に旅行から早く帰還した名探偵、明智心が阻止するため訪れる。本来は小林少年が見張るはずだったが、明智は小林少年には 事務所で待機しているように命じた。周囲は警察官に包囲され、内側から鍵をかけた密室の中で、明智小五郎は5つの小さな仏像を見張っていた。しかし、犯行時刻になると、明智小五郎と夜行怪人の特っくみ合いの音が部屋の外にまで聞こえ、扉をこじ開けると、明智小五郎は気を失っていた。明智は夜行怪人を捕まえようとしたが気絶させられたと語る。 明智が赤森邸から帰ろうとしていたが別の場所へと向かっていた。そんな名地を見なりの汚い少年が微行していた。この少年こそ小林少年だったのである。洋館に明智がたどり着くと小林少年は公衆電話を探して飛び込んだ。そして洋館の一室で三十分ほど経つとまた別の人物が訪れる。訪れたのは二人目の明智心郎だった。 後から訪れた二人目の明智小五郎はこれまでの夜行怪人の犯行のトリックを明かし、夜行怪人の正体が怪人二十面相だと看破した。そして周囲を警察官が囲んでいると二十面相に告げる。しかし二十面相は洋館の仕掛けを使いまんまと逃げ延びる。それから10日ほど経ち、上山という金持ちの屋敷の近くに夜行怪人が現れる。 上山はすぐに連絡し即座に警官と小林少年たちが駆けつける。上山は翡翠の塔が盗まれるかもしれないと説明する。ついに現場に現れた夜行怪人を追って、上山、小林少年、ポケット小僧は井戸の底の洞窟にまでたどり着く。しかしそれは夜行怪人の罠だった。落とし穴に落ちてしまった一行は二十面相に生き埋めにされかけるが、 三人を殺す気はないと済んでの、ところで止められる。突如現れた明智によって二十面相は形成は、逆転死刑官たちに追い詰められるが、洞窟の仕掛けを使い逃げ出す。しかしそれすら読んでいた明智により、怪人二十面相は、明智小五郎と小林義を率いる少年探偵団によって捕まえられてしまうのだった。ありがとうございます。